にちは。東京日本橋着物を楽しむ学校の伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日のテーマは年配男性が多いお食事会での帯というテーマです。あなたならどんな帯を選びますか？一つコツがあります。年配男性というのは女性に対してやはり女らしさですとか優しさを求めます。ですからそのようにあることが好感度が高いということになります。男性の中だからといって同じように立派だったり強かったりかっこよかったりするのではなく、少しソフトな女らしさを表現することが求められると思います。オスが合わせですので薄い白っぽい色が合わないんですね。そして華やかさを出すために私はこの草木染めの紬を今日は選びました。さて合わせる帯をどうするかということなんですが、いつものようにこの染め帯を選びました。今日お会いする皆様は日本橋の、重鎮の方々が多いのです。その時の着姿です。特に帯は重要です。決まって合わせる帯です。候補としていくつかの帯があります。例えばこの帯も合いますね。でもちょっと硬いんです。そして暗くて強いんですね。ソフトなエレガントさがこちらの方があります。そしてこの帯はすっきりしますね。すっきりしますけど力がないんです。主張がないんです。やっぱりこちらなんですね。そしてこちらの帯は色はとてもよく合います。でもやっぱり力強さがないんです。帯締め帯揚げだけで色で素敵にコーディネートしてもやっぱり柄が重要なんですね。ということでいつもこの、糸目友禅で染めていただいて素敵なお花が入っているこの帯は本当に重宝いたします。ということでこの着姿で行ってきます。